こんばんは入山あ子です十一月二十日月曜日入山あ子のつれづれ日記今日は生放送ラシオ川越さんのももかのわいわいスクランブルに出演させていただきました笛吹きももかさんとは 歌手になってしばらくの間よくご一緒させていただく機会が多かったのですがゆっくりとお話しすることは少なかったので今日は生放送中でしたけれどもお話ができてよかったですメッセージを生で届けてくださった方久しぶりにお声が聞けた方 いつも出演が決まるとメッセージを届けてくださる方ありがとうございました昨日の終演後の皆様との写真出席してくださってお待ちくださって長らく。 お写真を撮っていただきました。ありがたいなと思っています。さあ、それでは明日火曜日は FM チャッピーの収録です。ゲストに防衛大ご出身の 意思を。お招きして。さまざまなお話を伺いたいと思っています。二週間分の収録になります。メッセージ。お寄せいただけると嬉しいです。感謝の集い。歌手の皆様も。 ご来場いただいておりました先輩の山田隆二さん石橋美沙さんお花も頂戴して自宅のいつものお花を飾る一角が華やかになっています 皆様からのお花の写真も、今日も3名の方、貼らせていただいています。さあ、それではまた明日、元気にお会いしたいと思います。おやすみなさい。